続きまして、カルビとハラミ。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へおいだす。どうも、三崎京都アキです。はい、京都じゃないけどね、今日は。はい、京都からほど近くの車で約30分、今日は大阪は枚方までやってきたぞ。はい、ほんで今日はね、以前ご紹介させていただいた、あのなんと、もうがっつり系男子には嬉しいラーメンと焼肉がダブルで楽しめる、はい、谷口商店さん、こちらの焼肉メニューが6月1日からリニューアルいたしましたんで、皆様にご紹介させていただきたいと思います。もうラーメンもね、あのホルモンの入ったラーメンとかあって、そのホルモンもむちゃくちゃうまかって、もう焼肉もちょうど食べたいなと思ってまして、はい、今日は焼肉8000になります。ということで今から向かっていきますので、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくださいゴーゴーゴートリプルゴールズボー、行ってきます。そう、そしたら行くぞ。焼肉ラーメン谷口商店さん、行ってきます。ランチもお得ですよ。今日はしかしラーメンじゃなく焼肉です。はい、ということでやってきました。本日はこちら、はい、谷口商店さんからお送りさせていただきます。見てください、男のロマンの詰まった焼肉とラーメン、これがセットでいただけるお店。ほんでお肉はね、滋賀県の有名な谷口牧場のお肉を使われてまして、ほんで滋賀県でも有名な精肉店、源さん、はい、っていうのがあるんですけども、そちらのお肉を使われてます。これ塩やらタレもね、全部そちらの商品を使われてますんで、味的には間違いない焼肉になっております。ということで生からいくぞ。おめでとうございます。男の店ということで、美味しい焼肉を食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。いや、まず生があるのも嬉しいですね。生千枚いっときましょう。わさびでいただくんですよ。ありがとうございます。いや、わさびでいただくの初ですよ、これ。こうやって、いや、従業員の方々のね、接客もいいじゃないですか、元気で。いきますよ、うまそう。いや、僕思うんですけどね、これもう表面がツヤツヤなんですよね。ほんで、なんていうか、普通の千枚より肉厚、はい、このわさびとですね、やばい、むちゃくちゃうまい。谷口牧場さんのお肉はうまいって聞いてたけど、ここまでうまい、うまかった。もうほんまにね、なんていうかね、臭みもなくて、もう口に入れたら新鮮なのもわかるし、はい、最後うまい、ほんまにうまい。普通のすね、待って、まだちゃうわ、うまい。そしたら焼肉といえば、まずはじめタンでしょう。今日はこれタン元です。むちゃくちゃ綺麗なタンになってるじゃないですか。うまそうですね。ほんでなんとこれも源さんの岩塩、3億年かけてできたアンデスの岩塩、これをかけていただきたいと思います。あとレモンもありますけどね。じゃあ、いやー、むちゃくちゃ綺麗なタンやな、これ。そしたらタン、タンいくよ。タンです。うわあ、タンちゃんです。タンちゃん、ああ、うまそうですね。大きいね、これ。大きいよ。ほら、じゃあいただきます。
ました。いきます、この肉汁。いきます。うまー。タンでここまでね、肉汁が飛び散るタンは初ですね。もう脂がうまくてね、もう最高。もうタンやと思えへんぐらいよ。ほんま脂乗ってて、はい、とろけます、口の中で。うまいわ。続きまして、カルビとハラミ。もう肉の色からして綺麗ですよね、ほんまに。これカルビでも、もう霜降りですよ、これ。これこれやばいやつだね、これ。うわうわ。で、ハラミです。ハラミもめっちゃいいね、これ。なんか上にニンニクっぽいの乗ってますね。ああ、裏返します。もうすぐ焼きます。うわあ、ハラミうまそうだな、これ。うわあ。そしたらカルビからいきますね。カルビから。ほんでここ特製の玉ねぎだれと甘だれがあるんですけど、この玉ねぎいこうか。よっしゃ、いくぞ。カルビ自体はもう一瞬で口で溶けました。めっちゃええ匂いな。霜降りです。でもね、かといって全然しつこくない。ほんでこの玉ねぎのタレがね、非常にね、さっぱりしてるんで、肉がマイルドになって、めちゃくちゃうまい、最後。いや、この肉にはね、すみません、はい、ライスの大盛りください。はい。ご飯いるわ、これは。これね。ハラミです。ハラミはこのね、甘だれでいっときましょう。いただきます。いやー、ハラミ最高。ご飯来ましたね。オンザライスにして、これさ。ハラミもね、未だかつて食べたことないぐらい柔らかい。ハラミの肉もうまい。ごめんです。この米もね、玄さんの米なんですよ。あの、なんていうか、炊き方もちょうどよくて、むちゃくちゃ噛めば噛むほど旨味と甘みが広がる。これいるわ。そしたら続いてホルモンいきますよ。まずは赤千枚です。ほんで丸腸です。ほんでこれがホルモンとゼッコン。ゼッコン言って、ね、下の根っこですね。あ、珍しい部位が来ました。焼いていきます。そしたらゼッコン、これホルモンですね。もうラーメン食べた時のホルモンがたっぷり入ってて、むっちゃうまかったよ、ここのホルモン。これシマチョウ。シマチョウ大きいな。シマチョウも、シマチョウもこんな大きいのはええよね。よそ。ほんで赤線、赤線もプリプリやで、これプリプリの赤線。うわー、いいっすね。最高だこれ。どうそれだ。いやー、いくよ。絶根とやら、絶根。玉ねぎだれ、飯テロ、もうご飯にのせます。マルチョ、もうご飯にのせますよ。うわぁ。ほんで、赤千枚、おすおすとした赤千枚、油乗ってるわ。うわぁ、うまそう。これよ、これぞ飯テロやろ、最高。いや、滋賀県の谷口牧場さんの肉は最高です。
ホルモンいくか最後に。ウーロンハイ。ああ、さっぱりすんな。口の中をリセットさせてホルモン。絶好っすね。うわあ。この食感初。うん。なんかね、絶好はね、何かに表現したら身のみたいな、そういう感じの肉で、これ柔らかいし美味しいわ。またタンとは違う味で、マルチョさん、これはうまいやろ。こんな大きいマルチョあんまないで、これ岩大将です。やばいな、ほんまここの肉やばいわ。広がる油が米に合う、最高ですわ。で、赤千枚。赤千枚たまらんな。もうホルモンの中でも、ちょっと一番美味しいかもしれない。うん。いやー、滋賀県の原産の肉はほんまに最高。源さんのお肉は枚方でいただけます、はい、ここの谷口商店さんのオーナーが谷口牧場さんを経営されているということで、もうほんまに滋賀県の美味しいお肉が直送でそのままいただきますんで、皆さんラーメンもいいですけど、ぜひ焼肉も、はい、リニューアルいたしましたので食べていただきたいと思います。メニューは昼からでもいただきますんで、はい、こぞって美味しいお肉を食べに来てください。それではありがとうございました。うわ、あ、やばかったな。むっちゃうまいな。この滋賀県のむちゃくちゃ美味しいお肉が枚方でいただけるもありがたいですね。ほんであの谷口商店さんのオーナーさんが牧場のオーナーということなんで、はい、ほんまよそいないお肉、もう脂身のうまい肉、もう脂身も赤身もホルモンも最強にうまい肉がいただけます。谷口商店さんはラーメンも絶品やし、焼肉も絶品なんで、皆さんリニューアルしたお肉ぜひ食べに来てください。最強に美味しかったです。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。ありがとうございました。大阪の方もぜひ、京都の方も車で30分あったら来れますんで、ぜひお越しください。ありがとうございました。